おはよう。なんだ、出かけるのか？うん、参考書買いに行こうと思って。起きたばかりだろう。座りなさい。何か作ってあげるから。そう言って父さんは腕まくりしながら台所へ向かった。父さんには悪いけど、あんまり食欲がない。僕は久しぶりに嫌な夢を見た。2年前に見て以来、久しぶりに見る夢だった。人を殺す夢を見るなんて。そんなことを知らない父さんは嬉しそうに僕の食事を作っている。僕の家は変わっている。父さんは自宅でミニコミ誌の編集をしながら家事を切り盛りしている。母さんは内装関係のデザイナーで建築事務所に勤めている。僕が小さな頃、二人で話し合って決めたらしい。母さんは外へ働きに出る、父さんは残って家を守るって。うちには家庭内暴力もないし、家族の間もうまくいってると思う。問題があるとすれば僕のことくらいだ。あ、子離れしていない父親っていうのはちょっと問題かもしれない。何？参考書どこに買いに行くんだい？神田まで行くよ。父さんも探し物あって神田まで行くんだけど。うん、一人で行くからいいよ。そうか。本当に子離れしてない。その鈴まだ持ってたのかい？あ、うん、なんとなくね。見たところただの鈴だけど、どういうわけか音が鳴らない。カラカラと壊れた鈴の音しか出ない。お守りみたいなものだしね。そうか。うん、気をつけて行っておいで。うん。近くの高校へ通う学生たちが坂道を登ってくる。半年前までは僕もあの中にいたんだ。でも去年の9月、ちょっとしたことから僕は高校へ通うのをやめた。せっかく入った高校だったけど、僕は簡単に辞めてしまった。自分が行きたいわけじゃなかった。周りが行くから、母さんが行けって言うから、僕は高校に進学しただけだった。でも退屈なだけだった。何のために学校に行って、何のために勉強するのか。そして僕は学校を辞めた。学校を辞めた後も母さんの勧めで代研を受けることにした。高校卒業の資格くらい取っておいた方がいいって言うからだ。だから今は代研を目指して自宅で勉強している。そのために今日は参考書を買いに出てきた。数学の参考書なんだけれど、僕が探している参考書がこの近所にあるだろうか。あれ、財布は？いけない、忘れたみたいだ。仕方がない、取りに戻るか。誰だろう、見たことがあるような気もするけど、近所にあんな子いたっけ。声に気をつけろ。まだ間に合う。誰だっけあの子。でもまたこれが鳴ったような気がしたけど。
高校へ通ってる時は一人になりたくて仕方がなかった。でも今は人混みの方がとっても落ち着く。鈴の音聞こえるか。聞こえたのは男の声だ。あの子のはずがない。私の声が聞こえるか。恐れることはない。震えることはない。私が君を守ってあげよう。僕もあの声から逃れるように慌てて電車を飛び出した。あの暗闇の中に何かがあるのだろうか。地下鉄の改札を出て地上へ戻ると、街は帰宅途中の人々であふれかえっていた。夕方の騒音に混じって、またあの声が聞こえてくる。はじめに言葉が生まれた。やっぱりこの声は誰にも聞こえてないんだろうか。肉は言葉とともにあり、命は言葉の中にあった。言葉は力である。僕はどうして。ダメだ、体の震えが止まらない。目を覚ませ。熱い、体が燃えるようだ。僕はそれ以上に立っていることができず、地面へうずくまった。顔を上げると、もうあの少女の姿は見えない。あの子はどこに。あ、裏通りだ。あの子の姿は見えない。それと妙に人通りが少ない。鈴が鳴った。なんだろう、嫌な感じもするし、行ってみよう。また道が分かれている。どうしよう。右へ曲がってみよう。追い詰めておきながら。どうします。話してやれ。しかし、これは私だけの問題だと言ってあるはずだ。了解。君は
知らないところで何かが起きている。みんなの知らないところで何かが始まってる。裏路地を足早に抜け、僕は参考書を買うために書店へと向かう。すべてはあの声が聞こえるところから始まった。言葉は力である。この声を初めて聞いたのは僕がまだ中学生の頃のこと。ひでえな、お前やりすぎだよ。バーカ、お前が一番楽しんでたんだろうが。あの声はチャイムの音に混じって聞こえてきたんだ。震えなくてもいいよ。誰？恐れることはない。もう大丈夫だ。私が君を守ってあげよう。どうやらその声は僕以外の人には聞こえてないようだった。怖いと思った。自分の中で何かが弾けてしまうような、あの声をきっかけに自分が壊れていくような気がした。気がつくとその声に誘い出されるように僕は屋上へ出ていたんだ。ねえ、これは幻聴なの？私の声が幻だなんてどうしてそう思うんだ？もしそうであるなら、私と話している君も幻なのかな？僕は僕だよ。それじゃああなたは誰？私か。私。その声は電線の強いうなりとともにかき消されてしまった。おはようございます。おはようございます。次の日学校に行くと校門の前にパトカーが止まってた。朝のホームルームで担任が青い顔をして僕らに告げた。皆さんに大変悲しいことをお知らせしなければなりません。朝方駅の裏通りを走る都電の線路上で、このクラスの3人の男子生徒が遺体で発見されました。なんだそれ。彼らは変死体で発見されたんだ。まるで獣に襲われたようにズタズタに切り裂かれていて、でもその割には体に血がほとんど残っていなかった。家へ帰ると僕宛ての手紙が届いていた。差出人不明の手紙の中には一枚のカードが入っていて、そこにはただ一言、闇の王と書かれていた。手紙を受け取ったその夜、僕が部屋で勉強していると、またあの声が聞こえてきたんだ。何を考えている？僕のクラスメートが3人死んだんだけど。あれは君のもう一つの心だ。したいと思っていること、こうあってほしいと願っているもう一人の君だよ。僕じゃない。僕はあんなこと何も望んでないよ。落ち着いて呼吸を整えて波長を合わせよう。ゆっくりと、深く、もっと